します。よろしくお願いします。早速ですが1曲目、聴いてください。椎名林檎さんのマリナッチです。愛知県内に引っ越しちゃったんですけれども、その時はですね、すごいいろんなお買い物を下の階で楽しんで、おりまして、かれこれ5年以上前かしらちょっとお店もね、変わってたり変わってなかったり久しぶりにお邪魔させていただいて、こうして、ね、歌わせていただくことができてとても嬉しいです。ありがとうございます。
ですね、この次の曲なんですけれども、私がソロでも活動をしておりまして、そのソロで、させていただいていますオリジナルの曲となっております。ですね、どうしよう、簡単な振り付けがあるんです。はい、そうなんですよ漫才じゃないですよそう、ちょっと皆さんも手を動かしたりしていっていただけると嬉しいなと思いますので、少しね説明をさせていただきたいと思います。サビだけですね、1番と2番とあと最後にあります。ちょっと初めましての方もねたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ応援だと思っております。楽しんで聴いていただければなと思います。サビですけれども、最初にですね右手を上げます。右手を上げる、ありがとうございます。次に左手も上げてください。はい、ちょっと歌いながらやっていきましょうかね。マイハートでこう両手上げた後、泣き虫だけどってちょっと、ね、両手を下ろしていきます。そうで、この手をクロスさせてください。で広げます。で最後に上から下ろしていきます。すごい皆さん完璧ですねちょっと歌いながらやってみたいと思います。いきます。3、2、1でもう一回。素晴らしいありがとうございます。じゃあね、今のをやりながら一緒に楽しんでいただければと思います。では聴いてください。 Power of youI'm not afraid of the dark.
聴いていただきたいなと思います。聴いてください。日の当たる場所
すいませんあのすごいジメジメしてませんかねえ、あの私暑いのが苦手なんですよ。なんかすごいこれも古い思い出になっちゃうんですけど、学生高校生ぐらいの時に夏にこうテストとかをやるじゃないですか。多分今ねちょうどテスト期間なんですよね、学生さん。で、私の学校はテスト用紙とかの紙をですね、多分再生紙、和紙みたいなあれを使ってまして、すごいこの書いてる時にここの汗がすごいつくんですよ。テスト終わったら髪がすごくシャクシャになるんで夏はあまり得意じゃないですすごいどうでもいい話はい、ちょっとですね、次の曲で最後になってしまうんですけれども、私もギターのほうちゃんもですね、オリジナル曲とかも今お届けしてたんですけれども、アニメソングっていうのかしら、アニメのね、タイアップの曲とかをよくカバーで歌わせていただいたり、弾いてとかいうことをね、演奏させていただいてまして、そういったつながりで知り合ったんですけれども、初めて会ったときは私、むしろギター弾いてるのがお客さんだったと思います。それでね、一緒に、はい、歌わせていただくことになりまして。最後の曲なんですけれども、ですね、田村直美さんという方のね、ちょっと長いですかね、20年ぐらい前もっと前かも、25年ぐらい前の、アニメの曲を、お届けしたいなと思っております。もしかしたら聞いたことがあるという方もね、いらっしゃるかもしれないので、聞いたことあるよという方はちょっと別に参加しながら一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。それでは、最後の曲聴いてください。水井奈々です
後ろの方にビラなどを持って立っておりますので、もしご興味ある方はぜひ気軽に話しかけに来てください。ありがとうございました。